ちは、こんばんは、おはようございます。口ぬのへ、ようこそ、ようこそという感じで、もう2022年も終わってしまいます。ね。2022年終わってしまいます。なんか、びっくりだよね。なんか、1年経つの、早い、早いです。ね。びっくらこいちゃうくらい早いよね。子供の頃は1年経つのなかなか1年経たなかったけどね。なんだろう、年取ると加速度つけて月日が過ぎ去っていってしまいますという形で、ごたくでございます。全体的に結構いい蚊が多いですね。じゃあ行きますよ。ワン、ツー、スリー、フォー、バーイ。いいですか？ワン、ツー、スリー、フォー、バーイっていう感じですね。サムネイル用に、静止画ですね。サムネイル用に、静止画。はい。では、一番を選んだ人、2023年1月の運勢、一番を選んだ人、ダカン！たくさん缶です。たくさん缶。たくさん缶っていうのは、もう、ビビビです。ビビビです。恋愛をしている人は、大吉。大吉。簡単に言うと、目と目で通じ合う、かすかに色っぽい、目と目で通じ合う、そういう中になっちゃうと、っていう感じのたくさん感ですね。なので、恋愛だけじゃなくても、あなたが何かやりたいことをしていたりしていると、その活動に、共感してくれる人も出てくるという感じになりますので、恋愛だけじゃなくて仕事運とかでもいいと思います。では、2番を選んだ人。だから、チライ服ですね。チライ服。チライ服。私もチライ服が欲しい。これ自分で選ばなかったのだから、悔しいくらい。チライ服は、どういうことかっていうと、復活です。一言で言うと、復活ですね。恋愛でも、仕事でも、人気でも、陰りを見せてた、あの頃は良かったのになっていう頃に、復活できる。例えば、福知の YouTuber としては、出す動画1000回再生以上で、100いいね以上がついてた頃もあるし、ライブやれば100人以上集まってた頃があるんですけど、その頃くらいに復活する。恋愛だとすると、もうせっかくね、53年生きてきて、もう理想中の理想の人が出てきたと思ったら、サイレントになっちゃったっていう人からまた連絡が来て復活が来るとかも、2番を選んだ人は復活ですね。復活。はい。3番を選んだ人、ドカダンドカダンドカン、カフーテーです。カフーテーというのはどういうことかっていうと、人と一緒がいいですよ。でも、1人よりも2人、2人よりも3人、3人がいいですよっていう感じですね。三人揃って春の日に、三人揃って春ららららっていう感じですね。三人揃って春ららららっていうのね、私ね、聞いて、わけわかんないと思いましたけどね。石野真子が今の彼氏に対して、元彼とも会うと思うから三人で会いましょうよっていう歌なんですよね。意味わかんない。はい。はい。次。いいですね。4番を選んだ人。三天大竹。三天大竹ですね。うん。三天大竹っていうのは、もうあなたは準備しすぎてるでしょう。みたいな。あなたもう準備しすぎだよね。って。で、
準備して蓄えすぎちゃったから、そろそろその準備して蓄えたもので世に出ていきましょうよっていうのが三天太一九ですね。うん、うん、あの溜め込むだけ溜め込んで外に出さない人っているけれども、そろそろもう外に出していいよっていうのが三天太一九です。あなたもう溜め込みすぎてるからね、あの外にシェアリングとか出していくことによって、今まで勉強したこともあなたの中で整理するしという感じですね。はい、では5番を選んだ人、だから地残元ですね。地残元、地残元、地残元はどういうことかっていうと、実るほどに神戸を垂れる稲穂かなという感じで、あなたの実力は誰もが認めています。でも実力がある人が、ブイブイブイ、ビクトリーってなって、タガビーになってしまったら誰も相手しなくなりますからね。タガビー野郎、このタガビー野郎ってなりますからね。なので、調子に乗ってる時こそ、調子に乗ったらみんな離れていくから、あなたは、運勢すごいいいから、1月の運勢は。でもそこで、タガビーになったり、お前勘違いすんなよっていうような勘違い女、もしくは勘違い男になってしまうと、みんなが離れていってしまいますよっていう感じですね。たまにほんとさ、ずっと底辺でいた人がさ、このくらいまでに上がるとさ、すんごい勘違いしちゃう人いるんだけど、もうこのくらいの人がこのくらいになった時こそ、地産権の今までのままの低姿勢で行くっていうのが、周りの人の人望とか人徳を得るっていうね、ものでございますよっていう感じです。では、2023年1月の日本はどんな感じですかっていう感じですね。はい、これはね、ちゃんとサイコロ振りますね。ダクダンダクダンダクダン、2023年1月の日本は天界の日光ですね。宅天界っていうのは、ダム決壊の時です。で、鹿が、なくて、三巡法で、1、2、3で、権威店の、権威店の宅天界か。権威店、宅天界で、1、2、3月、4月ですね。日本で見たんだよね。日本で3月か4月になんか政府からの発表がありそうですね。違うよ。年税で見たんじゃなくて、1月の運勢で見たから、これを、6、5、5、6、30だから5、10。新年の7日頃になんか政府から発表がありそうですね。で、権威店というのは常に動いているので、なんか全国旅行支援が、どうなるのかとかっていうのを、なんかね、全国旅行支援で旅行が増えたんだけど、また全国旅行支援がなくなったり、なくならなかったり、東京だけオミットされたりとかっていうのがあると思うんですけど、権威店っていうのは常に動いているっていうのがあって、で、ね、2校を得たので、変化があるとしたら、6日から10日のあたりですね、6日から10日のあたりに宅天会でダム決壊になるので、今までちょっと12月いっぱいで全国旅行支援が終わっちゃったんだけど、また1月からの全国旅行支援はどうするかっていうのが、多分お正月明けの7日か8日あたりにあるんじゃないかな、みたいな感じの、雰囲気を受けました。全然違うかもしれないですね。で、宅天会なので、日本の状況でなんか貯めてたものを放出するっていう感じですね。そうすると政府からの発表で貯めてたものって言ったら、もう全国旅行支援が12月いっぱいで止まっちゃって、1月からのが発表になってないから、そんなのが近いんじゃないかな、みたいな感じでございます。ちゅー。はい、以上です。はい。皆さん、自分大好き、神様大好き、お金大好き、みんな大好き、幸せになれ。